はい、3万6000人近いお客さんが入りました。今日の京セラドーム大阪です。2ボール2ストライク。もうバッテリーはまっすぐまっすぐでしょうね。もうそれしかないでしょう。変化球を変に拾われる方が怖いですよね。まっすぐだ、センター下がっている。どうだ、追いついたか。ジャンプ一番つかみました、糸井。いい当たりでした。ウォーニングゾーンでキャッチしています。抜ければ2点でした。いや、佐藤も肝を冷やしました。結果論ですけれども、はい、勝負かけるんだったらワンアウトの時に高橋の、はい、坂本のところに高橋でしょうね。あ、もう外野フライで1点ですからですよね、うん、1点取りに行かなきゃいけない。ただ坂本に代打っていうのもなかなかね、まあ、今の状態見たら、ね、今日のとてもヒットが打てそうじゃ、今日だけの状態見てても、はい、ちょっとおかしかったですね。そうですよね、はい。まあ、いずれにしてもジャイアンツ、まあ、それとスクイズありましたしね。スクイズありましたね、はい、そういう気配はなかったですね、全く坂本に関しては。なるほどですね。あ、まあまあ、さ、スクイズに出てても金振りしてたかもしれませんね。それはまあ分かりませんけども、坂本で意表をついてのスクイズというのは確かにありましたね。さあ、ピッチャーどうしますか。原監督、